皆さんこんにちは。今回はカタールワールドカップ最終予選で崖っぷちに立たされた日本代表を救った男と言われる伊東純也選手、伊東選手について調べていくと過去の伝説エピソードがあるようです。また伊東選手の年俸についても調べてみました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。最初に伊東選手のプロフィールから見ていきたいと思います。所属スタッドランス、背番号39、ポジションフォワード、1993年3月9日、176cm、68kg、 国籍日本。実は伊東選手が歩んできたサッカー人生は決してエリート街道と呼べるものではありませんでした。小中高と全国大会を一度も経験せず、家が近いからと地元の公立校、大学のサッカー部で汗を流してきました。現在神奈川大学の職員として働きながらサッカー部のマネジメントコーチを務める大野弘樹さんの頭の中には、約11年前の茨城県古河市の古河市サッカー場で行われた神奈川大体流通経済対戦での伊東選手の姿がはっきりと残っているそうです。それまで10試合勝ち星から見放されていた神奈川大にとって、その試合が関東大学リーグ一部残留に向けてのターニングポイントとなったからである。4年生だった大野さんはセンターバックとして先発出場していました。そして神奈川大が2点をリードした60分に途中交代でピッチに入ってきたのはリーグ初出場の1年生フォワード伊東選手でした。すると神奈川大は直後に1点を追加し、さらに終盤にも追加点を加え4-0と勝利を収めます。大野さんは当時神奈川大は関東大学リーグ一部にいましたが、それほどレベルの高いチームではありませんでした。前期を最下位で折り返し、後期に入っても勝利がなく苦しい戦いが続いていました。内容的にも主将の佐々木翔のヘディングの強さを生かしてセットプレーでなんとか1点を取って守りきるというのが勝ちパターンでしたから、そんな僕らが強豪の流通経済大から4点も取って勝ったわけですが、後半途中に伊東が入ってくると彼のスピードが見事にチーム戦術にはまったのです。さすがに細かなプレーまでは覚えていません。ただとにかくスピードが抜群で、相手ディフェンダーの裏に蹴ったらなんとかしてくれる、1年生なのにすごい選手が出てきたなと感じたのをはっきりと覚えています。伊東選手の出現でシーズン3勝目を挙げた神奈川大は、その後も6試合で5勝を挙げるなど争いから抜け出し一部残留を決めました。そしてこの試合が後に伊東選手をプロの世界へ導くことになります。選手とコーチという間柄で伊東の大学4年間を知る関森悟さんにもはっきりとした記憶があるそう。初めて伊東選手を見たのは10年夏に神奈川大の練習参加に来た時でした。線が細く制服の着方が少しだらしなかっただけに、どんなプレーをするのかと心配したそうですが、いざピッチに立つと合格を即決せざるを得ないインパクトがあったそう。関さんはプレーの荒さはありました、でもそれ以上に速さが際立っていて、トップスピードになるのが速いだけでなく、ドリブルしてもそのスピードが落ちないんです。高校時代に全国大会を経験していなかったことで、最近は純也に対し雑草という言葉も使われていますが、それには少し違和感を覚えます。大学に入ってきた時にはそれなりの素材でしたし、大森監督はチームを離れる際に伊東をプロにできなかったら指導者失格だなという言葉を置き土産にしていったほどですから、とこの時点で伊東選手が逸材であることが分かります。入所当時はコンディションが整わず、1年の前期こそ関東大学リーグの試合に出ることはありませんでした。しかし夏以降に調子を上げて終盤の残留争いに大きく貢献します。その後は学年が上がるにつれ、チーム内で伊東の存在感は増す一方でした。関さんは流通経済大との試合ではプロ入りが決まっていた4年生の氷川雄介らとマッチアップしてもスピードで振り切っていましたからね。その後は対戦相手も対策を立ててきて、思うようにいかない時期ももちろんありました。ただ速さは絶対的で、2年時には関東選抜にも選ばれるようになりました。3-4年時は関東大学リーグ2部に落ちてしまったこともあり、彼のドリブルが止められることはほとんどなかったと思います。当時から将来 J リーガーになりうる可能性は秘めていました。とはいえ当時はまだ何者でもなかった大学生が、まさか日本代表になってワールドカップ最終予選で救世主になるとは、学生時代の伊東選手を知る多くの人がそんな言葉を口にします。選手としては飛躍した。それでもテレビのインタビュー映像などを見ると、その印象は当時と変わっていないと大野さんは言います。いい意味でリラックスしていて、
素直に思ったことを話しているのは当時のままですね。学生時代は3つ上の先輩の僕に向かって自販機の前で、ねえ大野くん、ジュース買ってよとか平気で言ってくるなど、ちょっと生意気な部分もありました。でも彼の場合、それが全然嫌味じゃないんです。僕が最後に彼に会ったのは3年前で、すでに日本代表だった彼が大学を訪問してくれた時なのですが、エレベーターで会ったら、久しぶりって後ろからお尻をつまんできましたから。神奈川大には伝統校にありがちな部活内の厳しい上下関係がなかったことも、自然体を地で行く伊藤にはぴったりだったのでしょう。今も昔も伊藤選手は率先してチームを引っ張るようなタイプではありません。学生時代は裾が擦り切れてひらひらはためいているようなジャージのパンツを履きながらも、それを気にする様子もなく、夢中でサッカーボールと向き合っていたとの証言もあります。そうして普段はマイペースですが、勝負ごとになると負けず嫌いを発揮、今時の鈍感力を備えた性格も伊藤選手の一つの魅力とも言えるのではないでしょうか。以上が伝説と言われるエピソードでした。続いて伊藤選手の年俸についてです。ヴァンフォーレ甲府での年俸推移です。2015年、年俰480万円、大卒の選手であればこのくらいの年俰になるでしょう。 J リーグの選手契約条件があるので、1年目はこの金額が上限になります。神奈川大学から加入し、第2節名古屋グランパス戦でデビューし、多くの出場機会を得ましたね。公式戦38試合に出場し、4得点3アシストを記録し、プロ1年目としては素晴らしい成績を収めました。続いて柏レイソルでの年俰推移です。2016年1500万円、2016年1500万円、2018年2500万円と柏レイソルに移籍し、大幅に年俸がアップします。しかし思ったほど年俸は高くはありませんでした。柏レイソル入団後、サイドバックにコンバートされます。下平貴寛が監督就任後はサイドハーフ、ウイングのポジションで起用されるようになり、2017年にサッカー日本代表に選出されました。2018年も主力として活躍しましたが、チームは降格します。そして2019年2月ベルギーのヘンクへレンタル移籍します。2019-2020年年俸不明、2020-2021年約7800万円、2021-2022年約1億2000万円。UEFA ヨーロッパリーグ決勝 T1 回戦の SK スラビアプラハ戦でデビューを果たすと、そのままレギュラーに定着。シーズン途中の加入ながら、公式戦14試合3得点2アシストという成績を収めました。2年目以降も主力として活躍し続け、2020年3月に完全移籍を勝ち取ります。3年目は2桁得点アシストを達成、そしてベルギーカップ優勝を果たしました。ベルギーカップ決勝では先制点を決め、優勝に大きく貢献しました。その後リーグワンのスタッドランスに移籍を決めます。2022-2023年約1億2000万、スタッドランスではポジションも右ウイングではなく2トップの一角として活躍しています。また移籍金はスタッドランス史上最高額を記録しました。いかがでしたか。今回は伊藤選手の伝説のエピソードと年俸について詳しく見ていきました。今後のプレーにも注目が高まりますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。